スロット、つば九郎の登場です。31年目のシーズンに出ます。願い事をたくさん書いてますね、つば九郎。このあたりも披露してくれるんでしょうか。結構評価もジャルトではないですが、はい、ございます。それでは皆さんもお待ちかね、つば九郎の今日の一言、いっていきます。ありがとう、はい。東京シリーズ時給3戦目、東京シリーズラストです。最初リーズの動画撮るか入れていきましょう。今日も水道橋方面から日本のジャビットビーナスの皆さんも、はい、一緒に東京シリーズ2024を盛り上げてくれます。試合間の夏パフォーマンスなども皆さんご紹介ください。今日7月7日7月7日はい、ぬいぬい、つば九郎のパフォーマンス仲間、ビジネスパートナーのグッチこと坂口智隆さんの誕生日でありがとうございます。おめでとうございます。非常にパフォーマンスなんですね。はい、七夕ですね。願い事叶うかなということで叶えていきましょう。つば九郎が思う願い事、おつかみでボールの右に出るいろいろとつけていきましょう。今日の競馬の負けなかったことに。勝った、あれだ。そうだったんですね。はい、蛇口をひねったらルービーが出てきて、いいですね。紅白歌合戦に出たい。大きな夢。生卵割ったら切り2つ。なんかめでたいですね。パスポート欲しい。パスポート欲しい。オッケー。この朝何度かしてる、常に11月ぐらいの天気、つば九郎、子供がいっぱいあるからね、永遠に二日酔いしない。めちゃうなずいてるし、突然首位までのゲーム差ゼロにならないか。これがあったらデコピンになりたい。空中グルーリンパー成功できますように。今夜スワローズの怪我人が一日も早く復帰できるように、お願いも一つ、スタバで一人で注文できますように。はい、あ、これで最後ですか。そうですか。ぜひスタバで注文しているつば九郎の姿も見てみたいと思いますが、いろいろつば九郎の願い事でした。叶えていきましょう。また失礼しました。両チームスタートイングラインアップ発表です。やる？